呉本重則は長野県諏訪市出身の元プロ野球選手。諏訪中3年時の1996年に日本選抜に選ばれる。松小学園校時代は1年時の1997年に第79回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦の西京高戦は3対4で敗戦。1年生ながら抜群の打撃センスを買われ。 長野大会からベンチ入りしていた。本大会では一塁種のレギュラーだった先輩選手が怪我でメンバーから漏れたため背番号3の一塁種として試合に出場した。3年時は首相となり1999年の第81回全国高等学校野球選手権大会に2度目の出場。初戦の人生学園高戦は三対六で敗戦。 4番遊撃手で出場し、2打数0安打1打点1三振1四四球。明治大学では、2002年の春季東京6、大学リーグ、ベストナイン。2003年、首相、三塁手で周期には、明大のリーグ戦勝目をサヨナラ本塁打で決める。リーグ1位の3本塁打。リーグ通算67試合に出場し223、打数58安打、打率。 266本塁打、27打点。明治大学の同期に、牛田茂樹や佐藤健、岡本厚などがいる。2003年のドラフト5十目で横浜に入団。2004年から3年間は1軍出場がなく、2軍でもなかなか打力をアピールできなかった。しかし2007年は2軍で打撃好調で打率。2966本塁打。 54打点を記録し、イースタンリーグ打点王を獲得した。守備では三塁手、一塁手に加えて二塁手にも挑戦した。この活躍が認められ、9月25日にプロ4年目に、ティ1軍初昇格。10月1日の大阪新戦で、初出場。10月6日の広島戦で、初ヒットを記録した。2008年は2軍で、チーム2位の10本塁打を放ち、 夏場に一軍で代打要員として起用されたが結果を残せなかった。2009年は代打要員で起用されるも目立った結果は残せず、10月1日付で戦力外通告を受ける。シーズン終了後、12球団合同トライアウトに参加したものの獲得球団が現れず、プロ野球からの引退をブログで表明した。その後ブログは閉鎖された。引退後は、 地元長野で家業を手伝っている。ありがとうございます。